はい、こんにちは。マイチン登山キャンプです。今日は北八ヶ岳ロープウェイの今山頂駅にやってまいりました。今日はですね、これから島枯山を登り、その後麦草峠に行き、白駒池にある整体槽でテント泊したいと思います。それではレッツゴー。今年の2月雪がね積もってる時期にここに来ました。雪がないとね、こういう木道があるんだなって思いました。今日はとってもガスってますね。気温がちょうど駐車場のところで19度でした。かなり涼しいです。はい、分岐です。こっちの階段が坪庭から来た場合にね、下ってくる階段です。雪積もってる時結構ね危ないですよ。さあ、まずは島枯山荘を目指します。三角のね、素敵な山小屋です。坪庭方面がね気になってしまったので、ちょっとだけ覗いてから行くことにしたいと思います。はい、島枯山荘到着です。めっちゃ可愛い形してます。雪山シーズンでね、ここでねコーヒーを飲みました。分岐に到着です。これから茶臼山、島枯山方面に行きます。八ヶ岳といえば苔、ね、苔蒸していてとっても素敵です。木からもなんかめっちゃ生えてる。今島枯山に向かって登っています。こんな感じでねゴロゴロしてます。冬はね結構急な感じだなーって思ったんですけど、今ねグリーンシーズン、まあ、そうでもないな。でも雨降ったら危ないんだろうなという感じですね。島枯山到着です。雨が降ってきた。それでは展望台に向かって進みます。雨降ってきましたが、このね樹林帯歩いているとそんなにねカッパ着るほどでもないので、とっても歩きやすいです。北八ヶ岳最高。おお、島枯れ、これが島枯れてるっていうかな、枯れてますね。はい、展望台来ましたが、もう天気悪すぎなので、一番上まで登らず、ここでよしとします。はい、今から茶臼山麦草峠に向かいます。はい、茶臼山登頂。はい、それでは展望台見に行こうと思います。ああもう期待はできないけどね。でもちょっと期待しちゃう。はい、ここは茶臼山展望台です。眺望ははいありません。きっとね晴れたらねとてもいいんだろうなと。はい、三角って四等って書いてあるかな。はい、ここは中小が2200
432メートル。特に見えません。大石峠です。旧峠道跡って書いてありました。ここから分岐を進み麦草峠に向かいたいと思います。やっと木道が出てきました。いやー、めっちゃ幻想的。麦草峠が近づいているため車のね音が聞こえています。茶水の森。あ、なんか地味に怖い。うえ、右折しましょう。はい、麦草登山口でした。はい、ここが麦草ヒュッテ。よし、渡ります。あ、間違えました。ここが麦草峠。これから行くところが標高2127メートル、麦草ヒュッテ、こけまるちゃん。行ってみましょう。はい、麦草ヒュッテに到着です。はい、麦草ヒュッテで山菜そばとかき揚げそばをこれから食べたいと思います。いただきます。なんとスイカをいただいちゃいました。いただきます。甘い。麦草ヒュッテでお昼ご飯を食べましたので、これから整体操に向かいます。テント泊です。イエーイ。今日はですね、夜ご飯は、整体操のカレーライスと焼肉丼だったっけなを注文してあります。楽しみ。それではあと、まあ、30分ちょっとね、歩いていきたいと思います。整体操に到着です。お疲れ。白子舞。楽しみにしていたヤンヤンつけ棒。懐かしいですよね。実はさっき毒キノコ触っちゃったんですよ。なんか毒キノコかかわなきゃぐじょぐじょしてるんですよ。嗅いだら変な匂いしました。手洗ったら大丈夫だと思うんですけど。整体操さんで注文したカレーと牛丼です。美味しそう。それではいただきます。おはようございます。昨夜はですね、すごい雨ずっと降っていました。今朝は晴れており温度がいっぱいあります。沸きました。
水面に映る白駒山荘。テントを撤収してきました。整体操作の方にご挨拶をいたしまして、これから丸山方面に向かいたいと思います。はい、分岐です。まっすぐ行って丸山方面に行きます。日の光が当たって綺麗ですね。はい、丸山山頂に到着です。2329m、 いただきました。三角点かな、こっち。はい、景色がガスてますね。そして若干ですけど小雨が降っています。この丸山には山頂標識が一つ、向こうにも2つあります。全部で3つあります。それでは、麦草峠に向かいたいと思います。よいしょ。分岐もね、きっちりありますので大丈夫です。はい、こちら。のこだ。さっき豆降って、昨日豆降って、ね、地面はぐちゃぐちゃです。はーい、分岐にやってきましたね。昨日はね、こっちから白駒池の方に来ました。あー、麦草ひゅって家もなかった。麦草ヒュッテ、そしてメルヘン街道にが見えます。麦草ヒュッテに、ね、峠に来るバスですね。1日2本10月以降はないのかな、この感じだと。スカッシュ混ぜながら飲んでください。うん、美味しい。麦草ひゅってまたね。コマ取りの池に到着です。ちっちゃい池です。トリカブトがたくさん咲いています。毒があるんだよね。こっちにもある。ずっとね、右側にはメルヘン街道299号学線かなが見えます。急にこんな景色になりました。コケモモの庭はここどこなんだろう。なんかいいですね。あ、本当だ。あ、あるあるある、コケモモ、コケモモだ。看板を見つけました。コケモモの庭で合っていましたね。上から見るとこんな感じ。はい、誰にも会わずにここまで来ました。音切平に到着です。確かに平、
奥の方ね、平らですよ。そしてこの後は、ロープウェイ方面に向かいます。岩だ岩。ピンクのリボンがね、かなりこまめにあるので道に迷わず安心して歩けそうですね。こう割と下ばっかり見てると見落としがちですが、この八ヶ岳はかなりテープを張り巡らされております。はい、分岐に到着しました。看板が傾いていますので気をつけてください。確かに傾いていますね。この後はロープウェイの方に行く一本道になります。あずま屋がありました。ここで休憩するのもいいかもしれませんね。はい、分岐に到着ですね。島枯れチャウストの合流地点。この後はね、ロープウェイまで最後の登りです。はい、森林浴展望台に到着しました。初めての眺望です。町の方かな、見えますね、ここら辺。あー嬉しい。おそらくロープウェイからここまでがハイキングコース。この先は登山者エリアです。あーいいね、景色が見られるって嬉しい。ずっとね、2日間ガスってましたから。はい、基本ずっとこのような木道が続いています。たまにね、あの泥っぽい岩っぽいところになりますが、もう、ね、8割9割方これですね。はい、無事に北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅に戻ってくることができました。1泊2日、こちらを起点としまして、白駒の池にある整体槽にてテント泊をしました、ね、静かで人に会わず、たくさんの苔ね、こう眺めながらね、ゆっくり歩くことができてとっても癒されました、ね、いいですね。皆さんおすすめですよ。疲れました。天気には恵まれませんでしたが、もうね、ちょうどガスっていい感じなんです。北八ヶ岳最高。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ。